現代ポートフォリオ理論。現代ポートフォリオ理論とは、金融資産への投資比率を決定する理論。1952年に、ハリー・マーコウィッツによって発表された論文を端緒とし、研究が進められた。投資における、ポートフォリオの収益率の平均と分散のみを、コントロールするという特徴がある。現代ポートフォリオ理論から発展した、資産価格決定モデルとして、 資本産価格モデルがある。現代ポートフォリオ理論においては、投資家は合理的でリスク回避的であるということが仮定されている。つまり、同じ期待収益を上げられる資産ならば、リスクの小さいものを好むということでや、このリスクは収益率の標準偏差で測られる。このリスクを回避する程度がどの程度であるかは投資家によって異なるが、 後の分離定理と呼ばれる定理により、すべての合理的投資家のポートフォリオ選択問題は、所与の期待収益率を達成するもので最も、分散が小さいものを選択するという問題に置き換えられる。現代ポートフォリオ理論の過程の一つとして、投資家は自身の投資の収益率の分布について、その平均と分散のみを考慮し、歪度や尖り度といった、 他の分布の特徴には関心を持たないことがある。このように平均と分散のみに着目したポートフォリオ選択理論を平均分散分析と呼ぶ。このような投資家の選考は平均分散型公用関数や期待公用関数であれば二次公用関数あるいは収益率の分布が同時正規分布に従う場合に正当化される。縦軸に期待リターン。 横軸に収益率の標準偏差を取った座標平面をディスクリターン平面と呼ぶ。方程式をディスクリターン平面上で図示したものを最小分散フロンティアと呼ぶ。さらに最小分散フロンティアにおいて対域的最小分散ポートフォリオより上側の部分の曲線を効率的フロンティアと呼ぶ。最小分散フロンティア上のポートフォリオは 所与の期待リターンを得られる分散が最小のポートフォリオとなる。平均分散分析を行う投資家にとって最適なポートフォリオは必ず効率的フロンティア上にある。効率的フロンティアがリスクリターン平面上でコンベキシティ、突性を持つ理由は方程式を見てもわかる通り効率的フロンティア上のポートフォリオの標準偏差が 期待リターンの二次数として表現されるからである。無リスク資産とはリスクを負うことなく収益が得られる資産のことである。無リスク資産の収益率は定数の安全利子率となるので、その分散は例であり、他の資産との相関係数も例である。原理的には、完全にリスクが存在しない、金融資産は存在しないが、デフォルトする可能性がほぼないと言える短期の先進国の 国債などが代理としてよく使用される。無リスク資産を含む場合の期待収益率と収益率の標準偏差を数式で表すと以下のようになる。投資家は無リスク資産を借り入れること、つまり無リスク資産の空売りでポートフォリオにレバレッジをかけることができる。上記の数学的表現においてフォーミュラ1となるときがポートフォリオレバレッジがかかった状態となる。 また無リスク資産の購入でリスクを減らすこともできるようになる。フォーミュラ2となるときに無リスク資産が購入されている。リスク資産からなるポートフォリオの収益率をフォーミュラ3とし、自己の資金をリスク資産からなるポートフォリオへフォーミュラ4%投資し、無リスク資産へフォーミュラ5%投資するポートフォリオの収益率をフォーミュラ6とすれば、 期待収益率と収益率の標準偏差について以下の関係が成立することは先ほど述べた。この2式からフォーミュラ9を消去して変形すると次の式が得られる。この式の右辺をフォーミュラ11を引数とした関数とみなせば、この式はリスクリターン平面上では直線となる。そこでこの式を資本分配線と呼ぶ。この式は リスク資産からなるポートフォリオをあらかじめ決めておいて、あるリスクの値フォーミュラ11を取ったときに、当初に決めたリスク資産からなるポートフォリオと、無リスク資産への2つの支援の投資で、どの程度の期待収益率フォーミュラ13が得られるかを表している。右辺における傾きの部分フォーミュラ14が、大きければ大きいほど少ないリスクで、高い期待収益率を得ることができる。 この傾きの値はリスク資産からなるポートフォリオをどのように蘇生するかで決まる。資本分配線は傾きフォーミュラ14が大きいほど効率が良くなることは先ほど述べた。よって最もこの傾きが大きいリスク資産からなるポートフォリオを選択すれば最も効率の良い投資が可能となる。リスク資産のみの場合の分析によれば あらゆるリスク資産とそれらから蘇生されるポートフォリオは、リスクリターン平面上において、最小分散フロンティアの右側に位置す。よって、資本分配線の傾きが最大となるのは、接点を、無リスク金利フォーミュラ16都市、効率的フロンティアに接する接線となる。この接線と、効率的フロンティアの交点における、期待収益率と、収益率の標準偏差を実現する。 リスク資産からなるポートフォリオを接点ポートフォリオと呼ぶ。接点ポートフォリオは次の分離定理において重要な役割を果たす。平均分散分析と整合的な期待公用最大化問題を考えると、リスクリターン平面上における無差別曲線は、右上がりの突上の曲線となる。リスクリターン平面においてある点 A より右下にある点では、期待収益率は点 A より低く。 リスクは点 A より大きくなるため、平均分散分析を行う、経済主体にとっては点 A より買いが悪い投資となる。リスクリターン平面においてある点 A より左上に、ある点も同様の議論を用いれば点 A より効率の良い投資となることがわかる。よって、リスクリターン平面上の無差別曲線は、右上がりとなる。突性については、リスク回避的であることから生じている。 よって平均分散分析を行う経済主体はリスクリターン平面上でより左上の方にある点を実現するポートフォリオを好むようになる。そう考えると接点ポートフォリオを通る資本分配線上の点を実現するポートフォリオを必ず選択するようになる。なぜならばリスクリターン平面において接点ポートフォリオを通る資本分配より 左上の領域にある点を実現するポートフォリオは存在しないからである。このことは平均分散分析を行う投資家のポートフォリオの違いは、接点ポートフォリオと無リスク資産への投資比率だけなることを意味している。つまり、リスク資産のみの投資比率は、すべての平均分散分析を行う投資家間で、同一で接点ポートフォリオとなる。よって、 平均分散分析を行う投資家のポートフォリオ、選択問題は、接点ポートフォリオを特定することと自分のリスク態度に合った比率で、接点ポートフォリオと無リスク資産への投資比率を決定することの2つに分離される。このように投資家のポートフォリオ選択問題が2つの問題に分離されることを分離定理と呼ぶ。この分離定理は1958年に発表された。 ジェームズ・トービンの研究が端緒となっている。実際、リスク資産への総投資比率は、フォーミュラ17で表されるので、リスク資産内での投資比率は、フォーミュラ18となり、要求リターンフォーミュラ19には依存しなくなる。このリスク資産内での投資比率が、接点ポートフォリオと一致する。ただし、フォーミュラ20を仮定している。 ディスクリターン平面において接点ポートフォリオを通る資本分配線のことをまた効率的フロンティアと呼ぶ。リスク資産のみへの投資の時の効率的フロンティアは突上の曲線であったのに対し無リスク資産への投資を含む場合の効率的フロンティアは直線となる。無リスク資産への投資を含む場合の効率的フロンティアはディスクリターン平面において接点ポートフォリオと 無リスク資産位置する点を特定できれば、その2点を通る直線となるので特定可能である。このことをもって分離定理と呼ぶこともある。リスクリターン平面においてある投資家の無差別曲線が接点、ポート法より左側の位置で効率的フロンティアと接するならばその接点がその投資家の最適なポートフォリオとなり、その投資家は無リスク資産と接点ポートフォリオを共に 性の割合で保有する。接点ポートフォリオより右側の位置で接するならば、その投資家は無リスク資産を空売りし、その分、より接点ポートフォリオに投資するようにレバレッジを効かせた投資を行う。合理的な投資家は現有のポートフォリオのリスクと収益の特性を改善できると分かって、初めて投資を見直す。MPT は資産の価格付けという文脈において、 まさしく価格付けされた資産への要求される収益を導出する。資産の収益は今日保有する資産の量に依存する。資産が市場ポートフォリオに加えられる時に支払われるべき価格は市場ポートフォリオのリスク収益の特性が改善することを保証せねばならない。もし投資家が活用できる無リスクレートと全体として市場のリスクがあるならばキャップムは市場において ある資産に対して、理論的に要求された収益を導き出すモデルである。キャプムが成立しているならば、接点ポートフォリオとすべてのリスク資産からなる時価、総額過重平均ポートフォリオは一致する。よって、キャプムが成立している下での接点ポートフォリオのことを、市場ポートフォリオ、マーケットポートフォリオと呼ぶ。またリスクリターン平面上において接点は、無リスクレートであり。 市場ポートフォリオを通る直線を資本市場線、キャピタルマーケットライン、CML と呼ぶ。リスクリターン平面上において、資本市場線はリスク資産のみからなる効率的フロンティアの接線とな、いる。CML を数式で表現すると、以下の通りになる。ここで、フォーミュラ21は、市場ポートフォリオの収益率、フォーミュラ22は、無リスクレートであり、 フォーミュラ23は市場ポートフォリオの収益率の標準偏差となる。CML は任意の平均分散的に効率的なポートフォリオフォーミュラ24の期待収益率フォーミュラ25がポートフォリオフォーミュラ24の収益率の標準偏差フォーミュラ27の線形関数となっていることを述べいる。証券市場線セキュリティーマーケットライン SML のグラフは縦軸に期待収益率を横軸にベータを取る。ベータと期待収益率の関係式は以下の通りである。SML はベータリターン平面上において任意の個別資産の期待収益率フォーミュラ28がそのベータフォーミュラ29の線形関数になっていることを述べている。ある資産がリスクに対して 妥当な期待収益を得られるかどうかを確認するには、SML は有効な道具である。個々の証券は、SML のグラフ上に、プロットされる。SML よりも上の領域にある資産のリスクと、収益がプロットされれば割安であり、下の領域ならば、その逆である。なぜならば、同じベータで、SML よりも高い収益が出ているならば、リスクに見合った上の収益を得ていることであり。 低い収益が出ているならば、リスクに見合った収益を得ていないからである。証券市場線を用いて、市場ポートフォリオと比べて、ある資産が割高か割安の指標を用いることができる。証券特性線、セキュリティキャラクタリスティックライン、SCL は、市場リターン R と個別証券、I の収益率、R との間の関係で表現でき、一般的に以下の数式で表される。 リスクは、市場関連リスクである、システマティックリスク、システマティックリスクと、証券固有のリスクであるノンシステマティックリスク、ノンシステマティックリスク、固有リスク、イデシンクラティックリスクとも、個別リスク、スペシフィックリスクとも呼ばれるに分解される。リスクを分解して数式化すると、以下の通りになる。第2項フォーミュラ30である個別リスクは、 個々の資産に関連したリスクであり、市場とは無関係であるため、分散投資で個別リスクを軽減することは可能である。一方、第一項フォーミュラ31である、システマティックリスクは、すべての証券に共通のものであるため、キャンセルアウトはできない。マーケットニュートラル戦略を採用して、ベータを減らすことでリスクを減らすことができる。 専門家のいくらかは MPT をプロジェクトや他の資産へ適用している。金融ポートフォリオの範囲を超えて MPT を適用するときはポートフォリオの違いによって考慮しなければならないところ、ある。MPT や上述のポートフォリオを使う可能性を否定する必要性はない。通常には金融ポートフォリオに適用できない数学的に表現された制約でもって MPT は最適化を行うことができる。その上、MPT の最も単純な要素のいくつかは、いかなる種類のポートフォリオに事実上を当てはめることができる。投資家のリスク許容度を理解するという概念は、様々な種類の分析問題に当てはめることができる。しかしながら、MPT は、リスクの尺度として、歴史上に発生した分散、ヒストリカルバリアンスを利用しているので、 IT のように歴史がないものには用できない。このような場合、MPT 投資との境界として、資本を失うよりもロアの機会が少ないとか、投資の半分以上の資金を失うとかを一般的な観点から用いる。不確実性の観点から予測される損失について、リスクを設定するとき、投資家のリスク許容度を理解するという概念は、他のいかなる投資のタイプと完全に置換されうる。 証券市場選及びキャップムは最低価格理論とよく比較される。最低価格理論は1976年にによって考案された。期待収益率をマクロ経済学に関係する様々な要因を説明変数とした線形代数の形でモリングしている。説明変数としては GDP、物価上昇率、為替レート、失業率などが挙げられる。 APT は CABM と比べて家庭の制限が少ない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。